はい、皆さん、こんにちは。熊本大学の志田です。本日、このセミナーでは、XRD 基礎と題しまして、X 線解説について話をさせていただきます。早速ですが、本日のテーマである X 線解説について話を進めていきたいと思います。論文などでは、XRD と、今日のテーマにもなっているんですが、記載されています。で、これはですね、X-ray ディフラクションの頭文字、略語となっています。この他にはですね、分析手法としては X-ray ディフラクトメトリーとか、装置は X-ray ディフラクトメーター、いずれも XRD と文献中では訳されていることが多いかと思います。X 線解説法と一口で言いましても、いろいろ種類があります。粉末を対象としたもの、薄膜を対象としたもの、単結晶を対象としたもの、その他、材料の中に残った応力であったりですね、あとは焼角散乱法とか、目的用途に応じて様々な分析法があります。ここ何年かはオペランド計算ということで、加熱冷却、あと圧力かけた状態や電池材料であると重放電しながらの測定等もあります。本日は、最もベーシックなですね、粉末 X 線解説法を中心に説明させていただきます。薄膜についてはこの後ですね、2時半からですね、また予定されてますし、単結晶についても後日、このセミナーが企画されているようなので、興味があればそちらの方も、行かれてみてください。では、X 線解説の原理、これはいろいろあるんですが、ざっと簡単に言いますと、資料に照射した X 線と物質の散乱、干渉した結果起こる回折という現象を利用した測定方法ということになります。分析の対象となる物質ですが、これは金属やセラミックスなどのいわゆる無機材料、および高分子、タンパク質、医薬品、食品などの有機物質と、非常に多岐にわたっております。私たちの身の回りの多くの物質が対象となっていますし、いろんな工業製品、私たちが購入する物質、材料、薬、そんなものも品質管理等で X 線解説が使われているものと思います。こちらには X 線解説で分かることを書いてあります。いろんなことが分かるのですが、こちらに示しているのが、一般的な X 線解説のスペクトルになります。X 線解説パターンとも呼ばれるものです。横軸に 2θ と書かれていて、縦は、強度、インテンシティと書かれていて、ピークがところどころ大きかったり小さかったりとあります。で、こちらから分かることですね。例えば、このピークの出てくる位置ですね。位置を見ると、結晶の格子の大きさですね、こちらの長さが分かります。続いて、このピークの高さですね、高い、大きい、小さい、あると思いますが、こちらからは、物質の原子の配列の情報が得られると。で、これら総合して、最終的に何が分かるかというと、物質の結晶構造ですね、得ることができると。で、この結果として、データベースと比較すると、まず1番は定性分析、その物質が何であるかということですね。続いて、それら結晶のサイズですね、格子の長さであったり、あとは原子、イオン、その他分子等がどのように配列しているかということが分かります。で、混合物であれば、混合物の存在割合、その他ですね、この結晶格子が歪んでいるかとか、結晶子と呼ばれるもののサイズが分かります。で、もう一つ、特に、ガラスを研究されている方たちはよく使われるんですが、物質が結晶であるか、稀少物であるかということも簡単に判別することができます。いろいろあるんですが、最も一般的に利用されているのは、1番に書いた定性分析ではないかと思います。
こちらにはですね、X 線解説の歴史とちょっと書いてあります。1895年ですね、皆さんご存知のレントゲンと呼ばれる人が X 線を発見しました。それからしばらく経ってですね、ラウエと呼ばれる方が、硫化塩結晶による X 線の解説現象を発見すると。で、その翌年には、ブラックの法則と呼ばれる、ブラック親子が、ブラックの法則を発表するということになっています。で、今から100年以上前ですね、分析の原理や仕組み等は、発見された分析法になっています。これは、余談ではありますが、この X 線解説、X 線に関わる方たちはですね、ノーベル賞受賞者がたくさんいます。ノーベル物理学賞第1回は、X 線発見したレントゲンさん、あと次が、1914年は、ラウエさん、で、ブラックの法則のブラック親子は1915年となっています。その他にはですね、その X 線解説の原理使って、いろんな構造を解析したりですね、タンパク質の構造を解析した多くの方たちが、ノーベル化学賞なども受賞されております。ここはちょっと余談だったんですが、早速本題の方に入っていきたいと思います。X 線分析ですね。X 線分析というと、X 線解説と蛍光 X 線があるんですが、結構この辺は、混同されている分析ではないかと思われます。例えばですね、こちら何か石ころがあってですね、こちらの分析結果に対して、元素、の情報で出てくるもの、この元素が何パーセント含まれてますよというのが、大体蛍光 X 線分析 XRF となっています。それに対しまして、今日お話ししています XRD は組成ですね、結晶層、各元素ではなくてどんな結晶組成で入ってますかということが分かるのが X 線解説ということになっています。まあ、同じ X 線使ってるんですが、まあ、分析の、性質、種類、異なることになっています。こちらの蛍光 X 線分析についてもですね、後日、こちらのセミナーで、企画がなされているそうですので、またそちらも興味あったら聞いていただければと思います。では、この X 線解説で重要な X 線について、簡単に説明しますが、X 線はですね、波長の短い電磁波の一種だということになっています。で、一般的に知られているのは、透過力が大きいことを利用してですね、こちらにあるようなレントゲン写真であったり、CT 写真、あとは非破壊で行う工業材料の試験などに使われることが、皆さんご存知かと思います。今回はですね、結晶において解説現象を示すということ、現象を使った X 線解説法について説明することになっています。まあ、こちらに物質のスケールで見た電磁波の波長とあるんですが、さまざまな、電磁波、光あるんですが、X 線はこの辺りにあって、波長がだいたい100オングストロームから 0.01 オングストローム。で、この辺が物質のスケールで見ると、原子間の距離であったり、原子の大きさだったりということになっています。で、引き続きですね、X 線と物質の相互作用、分析にですね、X 線を使うんですが、それでは、測定する物質と X 線の相互作用があるということになっています。こちらイラストで示しているんですが、例えば、ある物質に X 線を当てます。そうすると、ものによっては X 線は物質を透過して、透過 X 線となります。これは先ほどにも示したようなレントゲン写真だったり CT 検査に使われる仕組みになっています。で、もう一つは X 線を入射すると物質から蛍光 X 線と呼ばれる特性 X 線が出てきます。で、こちらを検出すると、蛍光 X 線分析になります。まあ、EDS とか WDS と言われるものになっています。その他にはですね、入射した X 線によって電子が生成する場合、これは XPS 分析に使われることになるとなっています。一方で、X 線を当てたとき、物質から X 線が散乱するという
現象が起こります。入射した X 線と同じ波長のものが散乱する場合、これは男性散乱とかトムソン散乱と呼ばれるんですが、これはいわゆる回折という現象のベースになっています。入射した X 線と同じ波長で散乱されると。散乱にはもう一つありまして、コンプトン散乱と呼ばれて、入射した X 線より、波長が長い、エネルギーが弱くなったような X 線が散乱するような現象もあります。X 線解説ではこのトムソン散乱が、重要な相互作用になってきます。ここで、物質、いろいろ物質とはという話ではあったんですが、結晶構造という観点から物質を見ますと、物質には大きく2つのタイプがありますと。X 線解説法で対象とする材料の多くは結晶であると。その物質、結晶と呼ばれるのはですね、物質を構成する原子、分子、イオンなどが3次元的周期性のある配列を取るもの、こんな感じですね。縦にも横にも上にも下にもですね、規則的に並んでいるもの、こういったものを結晶と呼びます。これに対してですね、周期性のないものの代表はこちらですね、ガラスですね。これは非小質、アモルファスと呼ばれます。例えば同じガラスの成分でも石英ですね、 SiO2 からなる石英は酸素と珪素が規則正しく網目状に並んでるんですが、ガラス非小質であると乱れがあってですね、規則性はあまりないということになっています。で、 X 線解説法で分析対象となる材料の多くがこちらの結晶と呼ばれる物質になっています。では、X 線解説法の最も基本的な原理となっている X 線と結晶の間で起こる相互作用を引き続き見ていきたいと思います。これはですね、ブラッグの条件と呼ばれます。式で言うと n ラムダイコール 2d サインシータとなります。これは、どういったことかというと、X 線を結晶に当てると光子面で回折現象が起こる。このブラッグの法則はブラッグの条件、こちらの先ほどの式を満たす条件においてのみ回折が起こるということになっています。これどういうことかというと、先ほど見ていただいた結晶ですね、こちら結晶の表面、面だと思ってください。で、先ほど言いました通り、結晶はですね、規則正しい配列をしていると。結晶の面、1面、2面、3面と、これ縦に見たところなんですが、そこに X 線が当たるとどんなことが起こるかということになっています。まずですね、それぞれ平行な面に1、2、3とありますが、そこに X 線を、波長ラムダ、X 線を、シータという角度で入射します。そうするとですね、あるところで回折という現象が起こると。で、さらにその下、1列下の面に当たったものも同じように回折という現象を起こします。で、この時ですね、この隣り合った面からの反射する波のここと、2番目、ここの、光路差って呼ばれるものが、この今赤く書いた部分になります。赤く書いた。これは、計算では d サインシータ、d サインシータということで、1列目、2列目の間で起こる光路差は 2d サインシータになるとあります。で、この光路差が波長の整数倍になるとき、波、X 線の波がですね、干渉し合う、位相があったところ、同位相になって、X 線は強め合って、回折という現象が起こるとなっています。で、規則的な配列をしているといった結晶であれば、ここ D ですね、格子面間隔というのはずっと一定の間隔でありますので、格子面0、格子面1、格子面2から回折する X 線は位相が合うことによって、X 線は強め合って回折という現象が起こるということになっています。
難しいですね。結晶にはですね、こちらに示すようにさまざまな格子面があります。これはミラー指数と呼ばれるもので表されるんですが、例えばあまり詳しく説明しないんですけど、100と呼ばれる面はこちらですね。で、110とか111とかあるんですが、それぞれ、結晶にはいろんな面があって、それぞれの面でですね、先ほどこちらで示したような解説という現象が起こるということで、最終的にこのいろんな面から起こってくる解説 X 線を記録したものが、X 線解説パターンと呼ばれるものに、なってまいります。それではですね、実際に分析装置を見ていきたいと思います。こちらは装置メーカーさんのウェブから、借りた画像と、あとは本学で所有している装置になっています。で、装置はですね、今、国内メーカーでは株式会社理学さん、島津製作所さんの2社で、海外メーカーでは、ブルカーさん、あとパナリティカル社の2社、だいたいこの4社が、大部分を占めてるんじゃないかと思います。で、それぞれ各社ですね、拡張性ですね、いろんな測定に対応できるようなこういった大型の機器ですね、部品の構成を変えて加熱で測ったり、薄膜ができたり微小部ができたりとかですね、こういう汎用性、いろんな測定に対応するものが一つで、もう一つが、こちらにあるような、テーブルの上に置いて使うようなですね、卓上型の装置が大体2つに分かれるかなという感じになっています。で、20年前、30年前と比べますと、装置は、低価格化して、あと高性能化して、さらにこんなコンパクト化までされているということで、以前はですね、研究機関で1つとか大学で1つとか共通機器として使っていたものが多いんですが、最近はですね、会社や研究グループ、もっと言うと、大学の研究室単位でもこういったものは、所有して研究に使ったりということで、かなり、使われている人たちも増えてきたんじゃないかなと思います。では、実際の分析装置の中の方を見ていきたいと思います。ここからはですね、本学工学部所有の装置で測定の実際を説明していきたいと思います。装置はですね、株式会社理学生、正式な名前は矢量水平型多目的 X 線解説装置の、アルティマ4ということになっています。で、本学で使っているのは、後で説明しますが、光学系は集中砲と呼ばれるもので、 X 線源ですね、どんな X 線使っているか、3キロワットの封入型の X 線管を使っています。一般的にはですね、広く銅 CU の管球を使われているんですが、本学では、目的に応じてですね、交換できるようにクロムやコバルトの管球も用意しています。検出器は、高速一次元X 線検出器と呼ばれるものと、従来からあるシンチレーションカウンター、これを2台積んであります。こちらはですね、装置の光学系と呼ばれる、装置の構成になっています。それは集中砲光学系、書籍によってはブラックブレンターの光学系と書かれていることもあります。こちらですね、イラストで描くと矢量はこの位置に水平に設置されます。で、こちらですね、X 線発生装置から出てきた X 線をいくつかのスリットですね、矢量にきっちり当てるための、照射面を制限するスリットがあるんですが、スリットを経て、で、矢量表面で解説した X 線を再び、散乱防止スリット、受光スリット、これを経て、先ほどの X 線検出器、高速一次元検出器やシンチレーションカウンターに入れていくと。で、
X 線発生装置部と X 線検出器を、まあ、精密に移動させながら測定を進めていくということになっています。こちらが実際の装置の写真になります。こちらがサンプルを設置するホルダー部分で、左向かって左側ですね、ここに細長く見えるのが X 線発生部で、いくつかのスリットがあって、反対側に検出器、検出器が2台ですね、ついています。こんな構造になっています。続いてですね、X 線発生装置部分の説明をしたいと思います。先ほど写真で見ていただいたんですが、この部分が X 線発生装置部になっています。で、中にはですね、X 線管球と呼ばれる、ガラス製のチューブでできた、管球が入っています。この管球はですね、ここにイラストで描かせていただいたんですが、今このガラスのちょうど中の部分がこの辺りだと思ってください。銅の X 線管球であれば、ターゲットとして金属の銅があります。そこにですね、高圧かけてですね、電線をぶつけます。そうすると、この銅の表面からですね、銅の特性 X 線と呼ばれる X 線が飛び出してくるということになっています。これらの X 線を取り出して資料に入社することになっています。で、ここですね、X 線の発生効率、まあ、ここに書いてあるんですが、およそ CU の場合は 0.1% ほどしか出てきません。で、残り 99.9% は熱として、放出されるということになります。X 線解説装置をすでに使われている方は、なんとなくわかるかと思うんですが、冷却水というものが装置に流れているかと思います。それどこを冷やしているかというと、実はこの X 線管球部分をですね、冷やしていると。まあ、それぐらい、まあ、高温になる部分になっています。で、こちらがですね、ここから飛び出してきた銅の特性 X 線のスペクトルになります。これはですね、特性 X 線は、物質固有の波長、エネルギーを持っています。詳しくは少々省略しますが、ここで言うと Kα1 と Kα2 という X 線が波長が 1.540 付近に出てくることになっています。ここに波長書いてありますね。波長の短い位置に Kβ1 というところ、Kβ 線というのも出てくるんですが、実際、分析に使うのはこの Kα 線ということで、ここは、ニッケルのフィルターでカットして使っています。で、こちらですね、Kα1 と Kα2 はですね、非常に、近接していて分離することが難しいので、だいたいこう Kα1 として扱うことが多いです。で、X 線解説パターン上では、高角度側に行くとですね、このように、X 線のピークが2つに割れるところが、出てきます。これはですね、Kα1 と Kα2 から出てきたところのピークになっています。これ分からないと、なんかピークが2つ出てきて、ここはなんか解析できないとか、時々あるんですが、だいたい、強度比で言うと1対2で出てくるところは Kα1 と Kα2 になっています。これが X 線発生部になります。で、こちらが次が、解説した X 線を検出する X 線検出器というところになります。本学の装置ですね、高速一次元 X 線検出器と呼ばれるもの と、シンチレーションカウンターと呼ばれるもの、2つ、搭載されています。で、それぞれ特徴があるんですが、目的に応じて切り替えてですね、使っていることになっています。こちらはまあ特徴なんですけど、高速一次元検出器、こちらはですね、係数率が非常に高いのと、ノイズが少ない、あとは高速度で測定が可能ということで、いわゆるシンチレーションカウンターより100倍の検出効率があるということになっています。ということで、
分析時間が非常に短縮されたりですね、ごく微量な成分も分析することができるということになっています。でこちらはですね、シンチレーションカウンターと呼ばれて、まあ、従来から使われている検出器になります。とこちらのものと比べてですね、感度は低いんですが、ここにモノクロメーターと呼ばれる装置搭載しているために、ある測定においては非常に有効に使われるということで、この辺は、測定目的によって切り替えています。こちら検出器の違いによる、X 線解説パターンの違いを次に示しています。これはですね、標準物質であるシリコンですね、粉末の X 線解説パターンをそれぞれ、高速一次元 X 線検出器と呼ばれるもの、従来のシンチレーションカウンターで、測定したものになります。実際これ見ていただくと、まあ、当然同じものを取っているので、ピークの位置であるとか、ピークの強度比っていうのは当然どちらも同じになっているんですが、こちらですね、強度見ていただくと、だいたい振り切れる、一番大きなピークのところが、こっちが、12000CPS に対して、これは100倍ですね、100倍大きくなっています。ということで、同じ分析はできるんですけど、例えば微量であったり、高速で早い時間、短い時間で分析したいというときには、こちらの検出器の方が向いています。本学の共通機器の場合ですね、何も考えなければ、ほぼすべてのユーザーがこちらの検出器を使って測定を行うのがデフォルトになっています。で、ここで、ちょっと一息で装置から離れた話なんですが、X 線解説で使用している標準物質をちょっと紹介したいと思います。いろんな物質ですね、X 線解説以外にもさまざまな分析、皆さんもされていると思いますが、標準物質というものが、存在しているかと思います。例えば熱分析であれば、硝酸カルシウムだったりですね、その装置の性能がきちっと維持できているかとかですね、きちっと分析ができているか確認するためには、素性の分かった標準資料というのが非常に、重要になっています。で、本学の装置ではですね、本学の装置ではですね、こちらのですね、NIST の SRM640E というものを使っています。これはケイ素の粉末なんですが、解説のピーク位置、ピークの形状の標準物質として認証されています。こちらですね、解説パターンのどの位置にピークが出てくるかというのが、認証されているということになっています。で、うちではですね、こちらはもう一度ガラスに詰めたらですね、ずっとそのまま保管してですね、詰め替え時の誤差もなくすため、ガラスの板で挟んで、定期的に測定して、装置がきちっと維持できているか、性能が出ているかというのを確認することを行っています。はい、それではですね、ここからはですね、実際の測定の手順、説明していきたいと思います。まず、資料の準備が非常に重要になってきます。X 線解説でですね、測る資料っていうのは、最終的には粉末なんですけど、分析する前の段階であれば石ころみたいな塊できたり、まあ、もうちょっと小さい米粒ぐらいの粒できたりですね、来てます。これをですね、最終的にはこれ私の感覚なんですけど、触った感じが片栗粉ぐらいの粒度、薬包紙の上から触ってですね、手でざらつきを感じるぐらいはちょっといけないなということで、こういった資料であれば金槌で叩いてまず小さな破片にすると。で、次は超硬の板に挟んでプレスで、もっと米粒ぐらいにして、でここには目のうの乳鉢があるんですけど、この間に、タングステンだったり鉄の乳鉢があって、最終的に粉末するというような工程を経ています。でこちらはですね、まあ、一般的に使われる、資料の
フォルダーです。資料の充填方法にも、ポイントがいくつかあるかなと思います。こちらはですね、すりガラスになっていて、だいたい 0.2 ミリとか 0.5 ミリの溝が掘ってあります。この位置に資料を充填するわけですが、理想的なのは、きっちりですね、ここら、ひびもなく詰まっている状態です。例えば、ちょっとガタガタしていたり、資料が真ん中にちょびっとしかなかったり、ここに小さなこんもりと山のように乗ってたりとあると、分析結果にもいろいろ影響を及ぼします。単純にですね、定性分析、これが何かということを調べる分にはこの辺でも問題ないんですが、例えばサンプル間で比較したりとかですね、格子乗数を精密に測りたいとかですね、そういった時にはこういった資料の載せ方は、後々問題になることが多いです。では実際ですね、このような形で載せた資料を分析した、ある条件で分析した結果、得られた解説パターンですね、先ほどもお見せしたんですが、こんなものが出てきますと。これをじゃあ実際どのように解析していくかということをこれから説明したいと思います。まずですね、先ほど出たブラッグの式というのがあって、今回使っているのは X 線は CU の Kα 線なので波長が分かっています。ラムダが分かっているということで、この解説角度、2θと呼ばれるところ X 軸の値を読み取ります。そうするとこの2θの値ですね、入れると今度はこの D、格子面間隔という値が計算から出てきます。ですね、それぞれのピークの解説1 と、 D と呼ばれる値が出てきます。ここまで来ると、データベースですね、後ほど説明いたしますが、ICDD などデータベース、パウダーディフラクションファイルカードとあるんですが、ここにあるカードのデータですね、と比較して、自分の分析したスペクトルとカードのデータが、ピークの位置、あと強度の比がそれぞれ一致するということを確認すると、この私のサンプルはこのカードと同じ SI ですね、ケイ素ですよということが分かることになっています。なので X 線解説はですね、装置で分析しただけだと実はそれが何かということはなかなか分からなくて、その後にデータベースと照合して、その物質が何であるかということを決めてあげる作業が必要になります。でこちらがですね、解析に使った先ほど出た ICDD の PDF と呼ばれるものになります。この ICDD というのはですね、機関ですね、インターナショナルセンターフォーディフラクションデータ、国際解説データセンターと呼ばれて、国際的な組織で解説パターンのデータを蓄積している団体になります。でこの団体が集めたデータが PDF、 パウダーディフラクションファイルという形式で、収録されていることになります。以前は JCPDS カードとか呼ばれたんですが、ここは統合されて今は ICDD の PDF カードと呼ばれることが多いです。でこちらのカードはですね、毎年毎年更新されています。この ICDD と呼ばれる組織の方たちがですね、世界中の学術論文、博士論文、特許、助成金プログラムなどからですね、手作業で検索して調査して新しい物質等があればそれが次々と収録されることになっています。現在最新版のですね、 PDF の2022というバージョンであるとデータはだいたい46万件、このうち無機化合物が43万件、有機化合物が5万件で、前の年から比べてデータが 16,821 件追加されているということになっています。違うパターンではこれがオーガニックであって有機化合物に特化したこのようなデータベースも、存在しています。ということでこちらのカードというのはおおよそがですね、
誰かの、データから抽出されたもの、実験的に、収録されたデータ、まあ、計算のデータもあるんですが、そういった意味で中には自分の使っている作った材料が、他の誰もがやってないものであれば、ここには収録されてない。で、そういったものを文献、論文で発表すると、ICDD から連絡があって、収録させてくれないかというような、コンタクトがあるということになっています。非常に大きなデータベースです。で、大体はですね、装置メーカー、各装置メーカーさんが入れている解析ソフトに対応してですね、この ICDD に入っているかなと思います。で、先ほどはですね、解析のところで 2θ の値を読んで、D の値を計算してとあるんですが、およそですね、装置メーカーさんが作った装置付帯の解析ソフトというものが存在するかなと思います。こちらは本学の装置に付帯している、株式会社理学さんの PDXL とソフトです。生データを読み込むとですね、勝手にピークの位置、高さ等を、瞬時に、読み取ってくれます。で、さらにですね、ここに、検索という項目をクリックすると、先ほどのですね、ICDD のデータベースとこちらは連携してますので、そこから、サーチマッチ、データベースの照合をしてくれます。検索条件として、含まれる元素等が分かっていれば、さらにですね、精度よく、この物質が何であるかということを、探してくれるサーチマッチという機能がついています。その他ですね、光子乗数だったり、光子結晶光子系の計算、あと定量分析、リートベルト解析と呼ばれるものも、大体、パッケージになっていて、使うこともできます。なかなか最近は手計算で、解析することはないかなと思います。では次からですね、測定事例、いくつかの測定事例を最後説明させていただきたいと思います。測定事例、まず一つ目は飛翔質ですね。結晶ではないもの、先ほど最初の方でですね、ガラスの研究の方たちは、飛翔質かどうかというのを調べるのに使っているとお話をしました。で、ブラックの式のところでは、規則的な配列をしてないものでは、解説という現象は起こらないと。じゃあそういう時にはどういったパターンが得られるかというと、こちらの下の部分ですね、飛翔質と書いています。これはですね、セラミックス ZRO2 という粒子なんですが、結晶化する前、合成したものはこんな形でピーク出てきません。で、長距離の秩序性がないためですね、ピーク観測されないということで、ピークは出てきません。ピークが出てこないことで、分かる一番大事な情報というのが、飛翔質であるということです。で、こちらの材料を、熱処理、ある温度で加熱すると今度はピークが出てくるということで、その温度では結晶化したということで、飛翔質と結晶質を見比べる、分析法としては非常に特徴的なのが、ここですね、飛翔質。よくこの辺はですね、パターンがブロードになるというような言い方するんですけど、飛翔質特有の、X 線解説パターンになっています。で、続いても飛翔質なんですが、こちらは酸化スズという粒子の合成で、測定したものになります。こちらはですね、塩化スズの水溶液にアンモニア入れて沈殿させたもの、沈殿物をろ過して、洗浄乾燥させたもので、先ほどの ZRO2 と比べるとなんとなくちょっとピークっぽいところがあるんで、ここはおそらく何らかの完全な飛翔質というよりは若干、一部結晶化している結晶っぽいところがあるというような試験になります。で、こちらもですね、同じように加熱するとですね、きれいなピークが出てきます。で、これはですね、データベースと照合するとですね、ピークの位置、あと高さの比ともにですね、こちら、SNO2 と一致するということで、空気中で熱処理すると、SNO2 になるということで、こちらは SNO2 の全固体になる。
というようなことで、視聴室と結晶室の分析の測定事例になります。引き続いてこちらはですね、測定事例の中では同質多径と呼ばれるものです。あまり聞きならない、聞き慣れない言葉ですね、同質多径とあるんですが、これは同一の化学組成を持ちながら異なる結晶構造を持つ物質となります。まあ、代表的な有名なところでは二酸化チタンですね、 TiO2 というものがあります。こちらは白色の顔料だったり、ペンキだったり、光触媒だったり、電子部品の材料として使われています。例えばこの TiO2 というものをですね、湿式法等の化学分析や蛍光 X 線で分析するとですね、チタンと酸素が1対2の比で化合している物質という情報は出てくるかと思います。ただしですね、実はこの二酸化チタン、いくつか結晶構造があります。アナタース型とルチル型、同じ TiO2 でも結晶構造が違うものが、これは2つ混ざっていると、それを X 線解説取るとですね、それぞれの結晶構造に応じた解説パターンが得られるので、このグリーンのところがアナタース型の解説パターン、青のところがルチル型ということで、結晶構造によって分別することができる。これは X 線解説法ならではの分析の特徴かなと思います。これはですね、例えば、医薬品の分野でも X 線解説というのは使われるんですが、医薬品はですね、同一の物質成分であっても、チタニアと二酸化チタンと同じように複数の結晶構造が存在するものもあります。実はこれ結晶構造によって薬の効果が異なる、ある構造によっては、病気に効果があるけど、ある結晶構造では全然効果がない、もしくは場合によっては、人体に有毒であるというような場合にはですね、品質管理上非常に問題になるということで、また医薬品などでも品質管理で X 線解説というのは分析必須の項目となっているそうです。これ同質多径と呼ばれるものを区別できる非常に特徴的な測定事例になります。続いてですね、先ほど資料の準備のところで金槌が出てきたりプレス機が出てきたりして粉砕しなければいけないということをお話ししたんですが、じゃあこれ粉砕できないとどうなるかということ結果をちょっと示すんですが、100マイクロぐらいから10マイクロ以下までするとですね、同じシリコンのウェハーなんですが、粒度が大きいとですね、ある大きな粒に当たったところだけが強いピークとして出てくると。で、まあ、細かくなるときちっと所定のさまざまな面からの解説が得られるんですが、粉砕の度合いが甘いと所定のピークが得られないということで、粉砕は大事ですよという話を、中途半端に粉砕するとこんな結果が得られる、解析が難しくなってきます。さらにですね、先ほどの大きな粒子が混ざっていると一見こちら同じように見えるんですが、ピーク拡大して重ねるとですね、ある線では同じピーク同じ粉末なんですが、詰め替えるたびに強度が変わったり、場合によってはちょっと位置がずれたりということでですね、こういった、誤差が生まれてくると再現性が悪くなってしまうと、結果はですね、どういうところに影響するかというと、格子上数だったり定量分析するときの値のばらつきになってくるということで、資料の粒度というのは非常に重要になってくるかなと思います。こちらはサンプルの量ですね、多いときと少ないとき、これは酸化塩をちょびっと乗せたときと、きっちり乗せたときなんですが、これもまあ見た目はピークの形は、同じで、ね、なんならこっちの方がピーク大きく見えるじゃないかということなんですが、こちらですね、強度の値見てもらうと全然ここが大きさが違うと、強度がサンプルが少ないと当然全体の強度が下がってしまう。さらに、ガラスの部分にX 線も当たりますので、先ほどの視聴室の部分で、出てたこの辺にちょっとブロードな膨らみが現れるということになっています。なので例えばサンプル間で比較したいときは、基本的には同じ量のサンプルで取った
結果を比較するのが重要になっていくかなと思います。測定するたびに多いとか少ないっていうのは、こんな形でピークの形自体には影響はしないんですが、ここですね、強度的には大きく影響するということになっています。で、こちらの測定事例はですね、謎の物質と書いてあるんですが、私たちのような大学勤めてるとですね、どこからかなんかよく得体のわからない何かが出てきて、これは捨てていいのか悪いのかというような議論によくなります。例えば、これはですね、なんか青いサビが表面にものすごく浮き出た金属片なんですが、これをですね、何かわからないで捨てようとすると、非常に所定の手続き費用、かかります。もしこれが有害ではないということが分かれば、金属ごみだったり実験禁止薬の回収で処分ができるということで、何か分からないと非常にお金もかかるということで、学内のある部署からですね、回されてきました。まず簡単に、EDS っていう何が入ってるかなっていうのを調べると、銅とジルコニウムと酸素がなんとなく出てきました。で、特にこの気持ち悪い真っ青な部分、これは銅のサビであることは、間違いないなと思ったんですけど、実際何かわからないと気持ち悪いってことで X 線の分析するとですね、確かに銅の酸化物なんですが、CU8O とか CU2O とか CUO、CUO2 とありとあらゆる酸化の形態の銅が混ざってる。あとはZRO2 とジルコニウムの酸化物ということで、これはですね、X 線解説特有で、いろんな形態の酸化物が含まれているということが分かって、結論としてこれは、捨てても大丈夫だということになりました。こういった分析も時折やります。で、次は同じような分析なんで、飛ばして、あとはですね、生体資料と呼ばれるものも私たちは測定することがあります。整形外科のお医者さんから頼まれたんですが、石灰沈着症という、よく肩とか関節にカルシウムが蓄積してものすごい痛い病気があるんですけど、いろんなカルシウムの成分があって、これは何でしょうかということで、手術で摘出したサンプルが持ってこられて分析すると、こちらですね、ハイドロキシアパタイトのパターンと一致するということで、ハイドロキシアパタイトが析出してましたよというような、結果になります。あまり私たちは工学部なんで材料を測ることが多いんですけど、同じ原理を使ってこういった病気の診断等に使えるような結果も、取れることになっています。よいしょ。では、ちょっと時間もそろそろ迫ってきたので、ちょっとこの辺は、飛ばしてですね、定量分析ですね、標準物質を使用しない定量分析、これは2種類の成分が混ざっている物質に対して、X 線解説を使って、どれが何パーセントですよっていうのを、算出する方法です。こちらはですね、酸化塩にケイ素の粉末入れたものです。で、X 線解説では、酸化塩とケイ素が混ざってたら、それぞれ酸化塩のパターンとケイ素のパターンが重なってきます。で、こちらをですね、ある解析方法、パターンフィッティングという方法で解析すると、仕込み値に対して、ほぼ同じぐらいですね。で、RIR4 という、ピークの強度の比から出す方法を使っても、大体同じような結果が出るということで、仕込み値に対してですね、うまく測ってやると 1% 未満の誤差でですね、きちっと、標準物質使わなくても、分析が定量分析もできると。で、さらにこちらはですね、気破壊分析なので溶かしたりとかですね、熱したりという処置がいらないので非常に簡単にこのような結晶物、結晶質の成分であれば定量分析も行うことができますということになっています。こちらはちょっと飛ばしまして、もう最後のまとめになります。今回ですね、
発表させていただくにあたってですね、日頃から使っている参考書籍ですね、最近読んだ中ではこちら、と以前から粉末 X 線解析の実際と、こちらの2冊非常に詳しく分かりやすく書いてあるので、おすすめです。興味がある方は見ていただければなと思います。でこちらも飛ばして、最後、まとめになります。いろいろお話しさせていただいたんですが、X 線解説、XRD はですね、資料に照射した X 線と物質の相互作用、散乱、干渉の結果起こる解析という現象を利用した、測定方法になります。何がわかるのか、物質の状態ですね、結晶か非晶質か、物質が何であるか、これ定性分析です。あと結晶構造に関する情報、あとは先ほど出した定量分析ですね、何がどのぐらい含まれているかということになっています。で、応用分野は、かなり広いです。無機、有機、まあ、世の中にあるすべての材料と言ってもいいかなと思います。そのため分野もですね、かなり幅広いです。理工学、医学、薬学、農学、様々です。で、学術研究から、製造や品質管理、研究開発、いろんなところで使われています。分析の手順はですね、資料準備して測定、だいたい15分20分で出てきます。で、解析をして、非常に短時間で行えると。で、この特徴としてはですね、非破壊です。溶かしたり焼いたりなんかする必要はありません。特徴としては、先ほど言った同質多形ですね、成分が同じで結晶の構造が違うものを分別できますと。あとは、最近は装置の性能も良くなりましたので、微量での分析も可能になっています。ただ、難しいのはですね、全く未知の物質だったり、データベースにないものだったり、あと、非晶質ですね。非晶質の物質に関しては、いろいろ分析はあるんですけど、非晶質であるということ以外になかなかちょっと情報が引っ張り出せにくいことがあります。あとは、液体や気体は分析できませんということになっています。